どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は外役デッキの歴史についてご紹介していきたいと思います。デュエルリンクスにて数多く生み出された外役と呼ばれるデッキカテゴリー、外役とは何か、外役の定義に正解はないんですが、今回は耐久してデッキを破壊したり、バーンで相手のライフポイントを削ったり、相手のデッキ切れを待つという、そういった特殊な戦術でデュエルに勝利するデッキのことを外役と呼びたいと思います。この外役非常に迷惑です。キング松坂は言っていました、あれ迷惑じゃないと。ただしこの外役デッキ、なぜか使うのが楽しい、相手が使うのは許せないが自分が使うと楽しい、これが遊戯王です。今回はそんな外役デッキの変遷をまとめていきたいと思います。ざっと YouTube や記憶を頼りにまとめてきたんで漏れている場合もあるかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。2016年12月フライングバーンの登場、2016年11月にリリースされたこのゲーム、なんと12月にはすでに外役デッキが誕生しておりました。これはポルンガ君が投稿していた動画からレシピを拝借したものなんですが、あいつ性格悪すぎません？外役最初に生み出したの誰だろうと思ってたんですけども、実はポルンガだった説を提唱したい。あいつが全ての元凶な可能性があります。デッキとしては非常に簡単で、フライング規制、この寄生虫パラサイドの1000番、そして白兵星の700番、そして呪魂の仮面の500番と、さらに、ぶっちぎり逆切れパンダ、そしてウツボといったこういったモンスターの貫通ダメージを利用して外役戦術で相手のライフを削り切る、いわゆるバーンデッキの一種でございました。当時のフライング規制はなんと相手のデッキにパラサイドを最大3枚仕込めるというぶっ壊れ仕様でございまして、翡翠の虫笛で相手のデッキトップをパラサイドに固定し、相手のドローをロックしながらバーンで削り切るというデッキがなんとデュエルリンクスをリリースして1ヶ月足らずで成立していたということになります。なんやこのゲーム神ゲーやな。2017年3月フライングバーン回、2017年になり外役デッキはさらなる強化を遂げます。底なし落とし穴、そして分断の壁、肥大化と、この外役三種の神器を手に入れた外役デッキは一層輝きを増すことになります。ラバゴーレムの登場によって相手のモンスターを問答無用で除去するということにも成功しました。デッキは非常に簡単、相手のモンスターを底なしで埋める、もしくは分断で無力化する、もしくはラバゴでリリースするといった方法で相手の盤面をロックし、あとは肥大化を使ってラバゴを直接攻撃できないようにすればロック完成、あとは相手の心が折れるのを待つだけの簡単なお仕事。特に分断の壁と底なし落とし穴は現在の環境でもバリバリ現役のカードでございまして、今後も使われ続けることになります。2017年7月執念バルーンの登場、このデッキはゲームイズデュエルリンクス攻略館石川さんが紹介していたデッキでございます。石川さん懐かしすぎて笑います。石川さんを知っている人はみんな友達。ワンダーバルーンというね、非常に最強なカード、手札を捨てることによって相手のモンスター全ての攻撃力を永続的に捨てた数だけ下げていくというカードでございまして、ワンダーバルーンを使って執念の剣あたりを捨てて、で相手のモンスターの攻撃力を無力化しながら自分は執念の剣を捨ててデッキ切れを防ぐという、非常にね、非常に高速な手段で相手のモンスターからの攻撃を防いでいたと。当時このワンダーバルーンを除去するカードがコズミックサイクロンなどはなかったので、ツイスターくらいしかなくて、このワンダーバルーンを除去するのが結構難しかったと記憶しています。こういうデッキを真面目な顔をして解説していた石川さん、僕は大好きです。2017年7月フライング規制の規制、ついにこの時がやってきました。インセクター墓のスキルフライング規制、インセクター墓の勝つためには手段を選ばない性格をよく再現しているスキルですが、原作では2枚の寄生虫パラサイドを仕込んだだけでも城之内を苦しめたことからも、現状の3枚では数が多すぎるであろうと判断し、寄生枚数の上限を減らすこととします。おせえ、やっと気づいてくれた運営がパラサイドを修正しましたが、もうこの時は時すでに遅し、ラバーゴーレムなども存在しており、特にこの修正がめちゃくちゃ痛手かと言われるとそうでもございませんでした。外役は永久に不滅です。2017年9月アマケン肥大化ラバゴの登場、伝説の幕開けでございます。この頃より
龍とかいう外役実況者が本性を表し始めました。アマゾネスの剣士というリンクス史上最強のモンスターによって外役環境はさらに加速します。戦闘ダメージを相手に肩代わりさせるという効果によって肥大化したラバーゴーレムにアマゾネスの剣士が突っ込むというだけで勝てた。普通に勝率も高く強いデッキでございました。そして一度戦闘破壊されたアマゾネスの剣士はアマゾネスの意地で無限に蘇ってきます。そしてなんなら戦闘破壊をハーフシャットで耐えるというコンボもありました。これによって肥大化は後々悲しい運命をたどることになります。アマケン最強2017年10月、増殺デッキ破壊。伝説のスキル増殺というスキル、皆さんご存知でしょうか。2000ライフ減るごとに次のデッキトップカードを2枚に増殖するよというスキル。ジャッジが効いたら速攻退場にさせられそうなスキルなんですけども、これによって相手の攻撃をライフポイントで受けながら回復し、ひたすら実質強欲なツボというスキルを使ってカードを増やすというデッキでございます。まあ主に増えるのはこういった分断の壁や、ウォームアームといった外役モンスターたち、トラップカードでもいいしモンスターが増えてもいいという非常に強力なデッキでございました。パッと見ただけで吐き気を催すジャックというデッキでございます。毎ターン強欲なツボするのやめろ。2018年6月、増殺外役。増殺デッキは進化を遂げます。デッキ破壊をやめ完全に耐久に全振りした外役増殺デッキが誕生しました。キーポイントはこのゴールデンレディバグというモンスター、毎ターン500ずつのライフポイントを回復すると同時にこの心眼の祭殿というカード、これはお互いの戦闘ダメージを線に固定するというカードです。これによってどんだけ強いモンスターが殴ってきてもダメージを線に抑えることによって増殺との相性が抜群、シナジーが抜群でございました。心眼を発動されトラップカードを3枚捨てられるともう勝てる気がしないというそういう状況でございました。一時期は環境トップではとまで噂されまして、 KC カップでも猛威を振るったくらいデッキとしても非常に強かったというのが特徴でございます。2018年6月、増殺家の逮捕、肥大化投獄。ついにこの時がやってまいりました。外役デッキに規制が張ります。肥大化デュエルを停滞させやすいカードだったためテンポを維持する狙いで制限します。散々暴れ回っていた肥大化さん、ついにリミット1に指定されてしまいました。このカードはこれ以降リミットから抜けれたことは今のところありません。そして増殺、プレイ時間の増加等への対策のため回数制限を設けますということで、さらに増殺の規制と。簡単に言うとプレイ時間の増加っていうのはつまりですね、遅延すんじゃねえクソったれということでございました。増殺はデュエル中に一度という規制を受けまして、あまりにも残念すぎる規制となりました。なぜかこの時期に悪魔の偵察者がリミット入りしております。ああ、そこじゃなくない。2019年3月、外役耐久地獄。増殺の規制を受けて外役デッキは新たなるスキルを模索します。そこで白羽の矢が立ったのが終わらないわら地獄というスキル。墓地にトラップカードが3枚以上あると1枚を回収し残りをデッキに戻すよというスキル。これによってめんどくさい罠をひたすら回収し再セットするということでアドバンテージを稼ぎました。モンスターは11交換ができるこういったサザンクであるとかスノーマンイーターであるとかこういったモンスターが採用され、大量に11交換をしていくことによって相手の盤面を処理していくということが先日の基本となっておりました。正直この頃はですね、環境にアンティークギアデッキが結構おりまして、うざいデッキではありましたが、この頃は強いデッキというよりかは僕のようなクズ人間が使って楽しんでいるだけの、デッキだったように記憶しております。2019年7月、アマゾネスの剣士逮捕。アマゾネスの剣士、この段階では外役で活躍というよりもレッドアイズデッキやアマゾネスデッキの活躍を抑制するためといった側面が強かったように思うんですけれども、ここでやっとこの最強モンスターであるアマゾネスの剣士がリミット2にぶち込まれました。そしてフライング規制もなんとまさかの2回目の規制。昆虫族をデッキに4種類入れていないと発動しないと、こういう下方修正がありました。1個言っていいですか。最初からそうしとけ。2019年11月、
カイト・ロイドの登場。ついにデュエル・リンクスは新たな外役のおもちゃカイト・ロイドを手に入れることでさらなる新境地を開拓することになります。なんとこのカード誰にでも配られたヤバすぎるカードでした。2019年12月ワンハンド外役の誕生。伝説のスキル爆誕でございます。ワンハンドスターターというスキル、皆さんご存知でしょうか。食手札を1枚に捨てるというパッと見死ぬほど弱そうなスキルなんですが、なんとこのスキル毎ターンのドローが2枚になります。ぶっ壊れ仕様でした。これによって1枚でライフを守れるカードを大量に投入し、実質毎ターン強力な壺を打ち続けて耐久すると、こういうぶっ壊れ外役デッキが誕生してしまいました。満足さんの人気も相まってこのデッキ若干ランク戦で入ります。くたばれ優勢と言いながらクリボールを投げる様はまさにこの世の終わりといったところでございました。デッキとしては初手が1枚スタートなので先行がかなり辛かったんですけれども、まあ、後攻を取ってしまうとかなり強力な盤面を作れたということで、非常に強烈なコンボとなっておりました。ハンドレスコンボとは何だったのか。2020年3月ワンハンドスターターの五輪中、ワンハンド外役行きました。ダークシグナー桐生京介のハンドレスコンボを後押しするためのスキルでしたが、主に他の戦術に使用されているため規制を調整を加えますということで、ここでやっと運営が認めました。他の戦術に利用されているということに。これで外役は一旦影を潜めたかと思われます。2020年3月闇のゲーム召喚獣の登場。外役研究家たちは諦めません。闇のゲームというスキルが注目されまして、その闇のゲームとそして召喚獣そして外役を組み合わせた地獄のようなデッキが登場いたしました。このデッキの特徴はいわゆる殴れる外役という点でございまして、デッキとしても相当強く環境入りと言っていいかもしれないレベルの強さがございました。デッキとしてはラバーゴーレムで相手のモンスターを除去しながらクリボールやカイトロイドで待機をし、最終的にプルガトリオ大先生でぶん殴るという非常に強力なデッキ。初期の貫通マンといえば逆ギレパンダやウツボといったモンスターが主流でございましたが、2020年に入って貫通は召喚獣になっていたと。いよいよリンクスも現代遊戯王の様相を呈してきたと言えるでしょう。さあいかがでしたでしょうか。外役の歴史もこうやって見ると非常に奥がね深いですね。私は外役系実況者としてこれからも外役し続けたいと思っておりますが、皆さんは真似しないように今後とも応援ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。それではまた次回の外役デッキでお会いしましょう。バイ。